茶。お茶。はい、ガンちゃん、いらっしゃい。マイトです。よろしくお願いします。ね、お願いします。今日はちょっとさ、ゴルフ行ってきて、みんなでな。おもろかったですね。やっぱ太陽を浴びながら運動するとなんかハイパーになりますよね。でメンバーだね、メンバー。メンバー。お前なんか、お前表情はなんかこういたずらしそうな感じやな。困るわ、お前。いやいや、豊さんが、はい、もう YouTuber フランクに行くで言うんで、僕何ももう丸腰できましたな。あ、全然、ね、いや、その方がいいじゃん。見てる人もいいじゃん。普段着を見てもらうっていう。いや、そりゃそう、もちろんそう。ね、そうそうそう、普段の喋りよね、これ硬いんだよ。さっきと全然違う、全然違うよ。お前さっきなんか女子と喋ってるバックヤードありましたけど、もう入る余地がないぐらい喋ってたね。だからあれを出せっちゃう話ですね。そう、出せっつうんだよ。オクターブが全然違う、はい。まあ初めでもこんな感じでいった方がいいやん。はい、どんな感じやん。こんな感じですよ。いや、そんな感じでマラソンでもペースを作らないで、最初にゆっくり入ったら上がらないっつうんだよ。いや、最後に上げるっつうのよ。最初から飛ばせって分かりましたっつうのも、分かったっつうの。喧嘩だけはやめてください。喧嘩だけは、はい、今日ね、クライマックスシリーズとこれから日本シリーズに向けて、まあちょっと2戦見て、今携帯なんで置いているかというと、はい、3戦目をやってんだよね。途中経過やってるんですね。途中経過、ちょっと途中経過1対1です今。1対1ソフトバンク追いつきましたね。浅村がホームラン打って、はい、どうなったのこれ見ましょう。今どうやって、今はもう分かりやすいですね。デスパイネがホームラン、本塁生還、いや違います、誰が打った、内川が打ちました。内川ね、内川シリーズ男やな。あ、やりますね。まあ2戦終わって1勝1敗、うん、で、まあ上がるチームがまだ分かんないんだけど、2戦見て、じゃあセ・リーグ、阪神、はい、どう。いや、もう阪神の場合は最後ね、うん、ああいうふうな、もう神がかり的な勝ち方でクライマックスに入ってきたんでね、勢いはあると思うんですよ。まだ、初戦の勝ち方もう6点差、うん、逆転して勝ったんでね、うん、まああとそれと横浜に対して非常に相性がいいんですよ。いや、いいよな。そこがちょっとタイガースの方が有利に、うん、組めてるのかなっていうね、そういうのは感じますね。これは対戦成績ですか。対戦成績もそうだし、球場も、球場もそうやね。球場が打ちやすいっつうんだよ。いや、聞きますよ。いやいや、甲子園から行ってみ。ああ。が、お前、今日で言うたら、160ヤードのアゲンストか、打ち下ろしのフォローかっていう違いよ。大きな違いです。わかるやろ、はい。頭では理解してるんですけど。まあ、でもそれは番手を変えたらいいだけなのね。いや、僕今言おうと思ったんですけど、頭では分かってるんですけど、僕らいつも答え間違えるじゃないですか。ヤードケース。そこに打たないじゃないですか。ヤードケース。いやいや、打てないんだよ。打たないんじゃない。だから、ね、でもね、番手変えても力むから飛ばないでしょ。分かっ、いや、アゲンストの時だけ力まないんだよ。いや、それで野球話、野球話。いや、それでな、一戦も終わった時にさ、俺メールが来たんだよ。阪神よく打ちますね、ね、なんかちょっと寂しげだったんだよ。ああ、それはもう勝ったのは喜んでるんだろうけど、うんうんうん、なんとなく自分の時にあんまり打ってくれなかったというね、まあそういうこともあって、なんかちょっと寂しげだったんだけど、俺が打ち返したんだよ。いや、お前がね、教えてきたんだから、下地を作ったってことですよね。下地を作ったんだからって。そしたら燃えるマークが来たよ。あの炎大好きですよね。炎のマークが、炎を出しすぎて、ね、もう髪の毛が焼けて、いや、本当だ。今日お前なんかクリームつけてたと。え、いや、クリームってお前地肌クリーム。え、あの色付きじゃない。それ豊さんでしょ、地肌クリーム。違う、俺は何もお前これ素やってんねん。なんやねん、だからなんか野球の話やつんだ。あ、ね、あのセットですよね、色つけるちょっとつけるやろ。あ、つけます、つけます。それだけの話やん。ぶち切れ、それだけの話ですよ。ぶち切れ、全然さっきと違うし。なんでですか、話がさっきね、なずっと。いや、野球の話しましょう。野球の話、パリーグ、はい、見てた。見てました。どうやった。昨日僕はニュースで。あ、そうやな、プロ野球ニュースやってたの。ええ、どうだった。短期決戦の後手に回らないベンチワークの決断っていうのは見ものですよね。まあ確かにな、本当に見ものやと思いました。いや、ここでどうするんだったらさっと出てきて先手踏んで、そして結果出たチームはコロ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 ってもう好転していて勝ちますね。 あとこういう短期決戦はラッキーボーイが欲しいね。ラッキーボーイですよ。いや、俺昨日な、はい、北条変えたじゃない、はい、ダイソー出したじゃない。で、上田が盗塁失敗した。これ走らすのは別に構わないと思うけど、俺ラッキーボーイを変えたっていうのがちょっとね、阪神にえ、なんでそこ変えんのって思ったとこなんだよ、うん、それはどう思った。まあまあ、守備、これからの守備のことと、あ、これでやっぱりなんとか二塁に生かしたかったんでしょ。で、上田ならセーフになるということで、うん、まあそれを天秤にかけて上田をやっぱ選んだってことでしょうね、うん、
でもその後の打あの回ってくる打席もあるじゃない。それはありますね、うん、だから俺はなんか北条を変えて、うん、あの盗塁が失敗してから流れが変わったと思ったの。あれを成功してたらまた流れやってたかも分かんないし、絶対絶対だからあそこで飛ばせればよく刺してたよ、うん、でもあれも一回審判がね、うん、セーフって言ってからアウトで言い直した、うん、本当にグローブが前、ね、挟まったみたいな、挟まってましたね、挟まってたんだ、だから本当に紙一重の差ですよね、うん、だからその紙一重でクライマックスとか本当戦ってる感じがするよな、うん、だから試合時間もまあ長いし、まあ、ピッチャー交代もね、うん、たくさんありますし、まだ一球にかければ緊張感ね、やっぱり見てるこっちもいいですよね。いや楽しいな。いやもうプロ野球ニュースのアシスタントの女性いるじゃないですか、うん、プレあのクライマックスシリーズ見ててちょっと感想を聞かせてて僕聞いたんですよ。あ昨日やってたな、はい、ほんだらあのバックヤードのとこでも顔が違うって言うんですよね、うん、やっぱシーズン戦っている顔と短期決戦で、うん、もうそこになんて言いますかね、もう生活の全てがかかっている男の戦っている顔がすごいって言ってました。はぁ、うん、始まりたかったな。隣お前すぐガンちゃんがいるからないつもな。えなんか緩んでんじゃないのあいつそんなことないそういうわけじゃないですか。パリーグの方はパリーグはでもさ、はい、千賀があれだけホームランを打たれると思わなかったし、ええ、球場狭くしたら千賀が食らってましたね。なあ、はい、あの千賀があれだけ打たれるかと、まあもう福岡の人もびっくりでしょうね、うん、はい、でも調子は悪かった。いや悪くないんですけど、多分相当そのイーグルスが頭の中で準備してきて、チームの中で準備してきて、まあそれに合うものだったんでしょうね、うん、で線がも力んでるもんやから、しなりがちょっと失ったのか、パチンとあったんじゃないですか。まあ、全部まっすぐやろ、ほぼホームラン、奥にインハイだから難しいボールだろ。あれだろ、まあ浅村が打ったのは、1打席目はフォークだよ。あ右方向にも、ね、右方向のやつは。あのフォーク打つんだからな、うん、いやそれで、オコエがね、インハイをホームランしたじゃないですか。ちょっとあれで、ちょっと待ってくれ。俺のそのフォークを打ったっていうのに、一言添えろ、お前お前の一番悪いところだから。野球解説者言いたいことさっき言うんですよいやだけどそれはあかんやろ。ちょっと待ってください。まずね、あれ打ったオコエじゃなかったですか。違う違う違う、浅村の浅村からでしたか、うん、失礼しました。お前見てた浅村の本が僕あのセリーグのクライマックス見てたんで、まあ、でもニュースとかでも見てるやろ。見てて僕こんがらがってるんでしょうね。あると思います僕も2画面で見てますから。あるでしょ。どっちがどっちか分からなくなるんですよ。まあそこはだからあれは良かったですよ。何がフォークボールライトってやつのこと話を戻しましょうよ。いやだからお前に聞いてんだよ。やっぱ右バッターはね、ああいう風に、まあ、変化球逆方向に打つっていうのはね、まあ相当な技術とまあまあ状態の良さでしょうね浅村、うん、いや状態いいな、まあ、で 4本目でしょ今日3試合で。そう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 、動いてる動いてない。今動いてないです。でお声、あのインハイのね、ボール気味、まあコメントがあったように、その状態がいいから上げたっていうのはあるけど、うん、あそこでそのホームラン打つというね、結果を出すってこと、うん、あれはもう、いや、ただね、あそこでまた思い切って使うっていうのがすごいよな、短期決戦。平石監督も采配ズバリですから、うん、あのその采配がもっと冴えてくるじゃないですか、うん、だから波に乗ってるのは僕、イーグルスかなと思ってしまったんですよね。でも、俺、見てて、やっぱチーム作りって、やっぱ柔軟に動ける人間が、やっぱある程度いないと短期決戦って勝てないなと思った。選手にですか。ああユーティリティ、ユーティリティプレイヤーだとか得意な、まあ、得意なクラブですよ、ユーティリティクラブ。今日もさえまくってたな。今日もさえまくってます。いや、逆直ししましょう。いや、ここ1いやだけどみんなアイアン使ってんのに一人だけユーティリティ、オレンジのシャフトがピャーン出てきて飛ばんからな。24度。あのゴルフって飛ばす競技じゃないんですよ。知ってました。スコアの競技分かってる。今60のおっさんに負けんなっつうんだ、飛ばすのにスコア負けてませんから。分かってる。野球の話しましょう。まあね、まあでもまあ例えば勝ち抜け、はい、まあ決まってないけど日本シリーズはどことどこが見たいっていう聞き方おかしいかな。見たいんだったらパリからいいですか。あいいよ。僕は西武対ソフトバンク見たいんだったら日本シリーズやな。あ、間違った、ファイナルシリーズ今力んでたな。すいませんすいません、日本シリーズパリーグ同士でできるか。もうすいませんすいません、日本シリーズじゃなくてあのファイナルステージでした、うん、すいませんすいません、はい、その前日本シリーズは今もう一回考えます、うん、考えた結構動揺してる。動揺します動揺します。もう一回考えます。はいはい、力んだ。まあどこが見たい。千賀のまっすぐみたいやった。今力んだ。パリーグは西武、うん、出てきて見たいな、うん、去年まああんなことがあって、うん、
セリーグはね、まあ、阪神しときましょうか。お前気使うな。そんたくなしです。そんたくなしで。そんたくなしで来いよ。いやいや、阪神ですよ。いや阪神はまだね、俺すごくいいチームになってきたと思うんだ、はい、まだ成長過程にあって、やっとなんかこう加速をし始めたというか、だからまだ早いんじゃないかな。早いです。この短決戦では勢いが勝敗を分けるんで、そういう面で今言われたように加速してきてるわけですよね、うん、でその勢いのままいく可能性は十分あるなということです。いや見たいのがって聞いてる。だから阪神対西武って言ってるんですよ。分かったよ。ガンちゃん僕も阪神対西武なんですよ。なんで85年に自分の一番野球多感な時期に あの日本シリーズを見て、僕はもうすごく心躍り、絶対にプロ野球選手になるという気持ちが一層高まった、その記憶があるんで、うん、もう一度あの時のこう自分を思い出したいみたいな。なるほど、初心に帰りたい。そういうことですね。西武対ソフトバンクじゃなくてね。それをファイナルステージで辻監督の意地が見たいっていう、その前に。そうだな。85年は僕高校1年生でテレビ見えなかったんで、あ、余計見たいです。あ、またここの話。ピエール学園。いやいや、ダメですか。いや、いいでしょ、はい、もう今ならもう言いたい放題。もう閉めたっつって。